ンポンは体の中でどうなってるの？実験で再現してみた。この動画では模擬血液を使って実験しているので、血が苦手な人は今のうちにスクロールしてね。実験開始。血を垂らしていくよ。タンポンをつけてると血がドバッと出てくる。不快な感覚がなくなるからいいよね。見て、タンポンが血を吸って大きくなった。大きくなるから人によっては違和感も感じるみたい。いろんなサイズがあるから慣れてない人は小さいサイズから試してみるといいね。今度は抜いていきます。実際はもっと血の塊がついてたりするよね。血が多い時はぬるっと取れるけど、血が少ない時にスカートを抜く時に擦れて痛いよ。抜いた時にタンポンの端から端までいっぱい血が吸収されてる状態だと達成感あるの私だけ？実際は紐のところまで血がついてることがあるから、トイレットペーパーを使いながら抜くと手が汚れないで済むよ。ちなみに長時間使用するとトキシックショック症候群という急性疾患も引き起こすことがあるから、使用時間は絶対に守ってね。タンポンの動画投稿をするとタンポンをトイレに流してるってコメントが意外と結構来るけど、ダメだからね。サニタリーボックスに捨てましょう。みんなはタンポン使ったことある？みんなが思うタンポンのメリットデメリット教えて。ありがとうございます。寝るときにタンポンを使うことはできます。しかしタンポンの説明書に書かれているように、タンポンの使用時間は最長で8時間までとなっていますので、長時間の使用は気をつけなければいけません。なぜかというと、長時間の使用はトキシックショック症候群の心配があると言われているからです。トキシックショック症候群とは、黄色ブドウ球菌という菌が体の中で増殖して毒素を生み出してしまうことで、急な発熱や吐き気、めまい、失神などを起こしてしまうと言われているものです。トキシックショック症候群は稀に起こるものと言われているようですが、必ずタンポンを使用するときは説明書をよく読んで使用時間を守って使いましょう。なので寝るときに使うときも、寝る前に新しいタンポンに取り替えて、朝起きたら取り出すという形で使用するのがいいかと思います。タンポンを入れるとき抜くとき痛くないということですが、入れるときは緊張して体に力が入っていたり、入れる角度を調整せずに無理やり入れようとしたりすると痛みを感じることが多いかなと思います。タンポンを入れるときはリラックスして体の力を抜きゆっくり行うこと、そしてタンポンを入れる角度を調整しながら入れてみてください。そして抜くとき、これは動画を見てくださっている皆さんがコメントをくださっているように、経血量が少ないと抜くときにタンポンがあまり湿っていなくて膣と擦れることで痛みを感じることが多いようです。対策として、経血量に合ったタンポンを使うこと、経血量の多い日はタンポンを使って少ない日はナプキンにしてみるなど、生理用品の使い分けをするのもいいかもしれません。ちなみにタンポンを入れてからも痛みや違和感がある場合は、無感覚ゾーンと呼ばれる正しい場所までタンポンが入れられていない場合があります。説明書などを見ながら付け方を改めて確認してみてくださいね。皆さんはタンポンを入れるとき抜くとき何かコツはありますか？よかったらコメントで教えてください。ご質問ありがとうございます。タンポンやナプキンはどれぐらいで買えるものということですが、こちらは明確に答えはありません。しかしタンポンは1回の使用時間は最大で8時間までとされていて、連続で使用せずにナプキンと交換するなどして使うよう案内されています。これはトキシックショック症候群という急性疾患が起きる可能性を軽減するためです。なので最大でも8時間までの使用を目安に、できれば長時間生理用品を変えられない時などに使用するのが良いかと思います。またナプキンに関しても、ずっと同じナプキンをつけていると蒸れによるデリケートゾーンのかぶれの原因や、経血が空気に触れて雑菌が繁殖し匂いなどが気になる場合もあります。
普段から多い費用のもので一日中交換しなくてもいいやということではなく、経血量に関わらずできれば 2,3 時間ほどを目安にこまめに交換していくと、匂いやかゆみなどのトラブルもなく快適に過ごせると思います。皆さんはどれぐらいを目安にナプキンを交換していたり、タンポンも交換していますか？ぜひコメントで教えてください。ご質問ありがとうございます。タンポンは何歳から使っていいのということですが、タンポンは初潮を迎えていれば生理中に使用することができます。年齢制限などはありませんし、誰でもドラッグストアで購入することができます。ちなみにタンポンを販売しているソフィーさんのサイトでは、月経が順調に来るようになってからが使用の目安とされていたので、生理を迎えてからしばらくはナプキンを使用して、慣れてきたらタンポンを使ってみるというのもいいかもしれません。タンポンを使ったことがあるよという方は何歳で使いましたか？よかったらぜひコメントで教えてください。